ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ、はい、どうも、テラキラスでございます。ジュワー！今回は、ウルトラ怪獣バトルブリーダーズのね、サービス終了が、まあもういよいよとなってしまったということなので、ウルトラ怪獣バトルブリーダーズをね、振り返っていこうという、そういう動画でございます。はい。で、まあ多分ね、まあ結構まあ2年半とかあって、まあ結構その1本にまとめるには、まあ長くなっちゃうと思うので、まあ2、3本ぐらいな感じでまとめようかなと思ってます。はい。ということで、過去のね、その動画を振り返りながら、あ、こんなのあったね、こんなことあったね、みたいなこと話しながら、今復刻されている、イベントもありますので、それをね、まあ、やっていくみたいな。まあ、そんな感じでちょっとこうね、いろいろとやっていきたいと思います。ということで、まずはですね、ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ1本目の動画、こちら！iOS 版はね、Android に比べて、そのウルバトの配信がね、ちょっと遅かったんですよ、1ヶ月ぐらい。なので、1月17日、年明けてから、配信開始になりましたね。ということで、ちょっとね、見ていきましょう。うるさいです。うるさいです。僕、うるさ、あー！このタイトル画面懐かしいね。まだこの頃は、ボイチェンをしてました。ボイチェン使ってました。いやー、懐かしい。ちょっと待って、一時停止。ノーバー、ギギ、ケルビム、ヒッポリト、ゼットン、ゴモラ、キングジョー、ゴルザ、ガンキュー、メトロ、ベムスター、ギャラクトロ、バードン、ベブラ。もういろいろな世代から。すごいいいですね。というわけで、ちょっと行きまして、あ、はい。ウルトラマン。ウルトラマンね。で、ウルトラ怪獣バトルリーダーズと、ほうほうほう。惑星、あー、ナビさん。あー、無事に起動できたようですね、と。うわー、懐かしいな、ナビさん。はいはいはい、デラキラスね。まあ、この辺はチュートリアルをやって、みたいな感じですかね。ちょっとこの辺チュートリアルの反応とか、見ていく？まあ、なんかこのシステムは、PSP とかであった、ウルトラマンのゲームとかに似てて、ね。あ、同じこと言ってるわ。攻撃早せい！アタック！おー、やっぱこのグラフィックかっこいいね！グラフィック！やっぱグラフィックかっこいいわ。めちゃくちゃ、その、大怪獣バトルとかさ、そのファイティングエボリューションとかさ、その辺の、まあ、CG の流用ではあるんだけれども、そのまま使ってるわけじゃなくて、ブラッシュアップして使う、ね、今回こう出てきてるわけじゃない。これがやっぱ良かったよね。で、一番最初にとりあえずグドンをね、まあ、買うことになりまして、即決あ、何を買う、あー、ザムシャ。あ、まず最初にザムシャ買いましたね。はい、ザムシャ。ザムシャ買ってます。まあ、ザムシャかっこいいからね。まあ、でも結局、星6には、まあ、最初に下はしたんだけど、使わなかったというか、その、本当に最近、その、サービス終了するって聞いて、それで、ザムシャ、ちょっと星6にずっとできてなかったから、まあ、ちょっとこの木にしとこうかっていう感じで。ね、こんな感じで星6にしましたよ。はい。あとは、もう、あとはあれでしょ？どんだけ長く選んどんねん。どんだけ長く選んどんねん。長えわ。もう、はよ、選べえわ。よう、俺頑張ったよ。相当怪獣パンダ！バンドはね、相当序盤の僕のウルバト動画で活躍してくれたよね。だから、まあ、一時その僕の、そのキャラクターに、そのパンドンが好きっていうのもちょっと、ありましたよ。いやー、パンドンですよ。この子をね、まず星6にね、育てあげたわけですよ。いやー、懐かしいね。あと、ゼット、
ットン、ちょ、ま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 。あの、もう、ゼットンがね、なんか、わけわかんない金額なんですよね。あの、これ一番最初ね、限定マーケットの怪獣ね、値段がね、わけわかんないことになってるんですよ。ね、それに対して、907ストン。格差社会。格差社会ですよ、これは。これはもう完全に格差社会。そして、第2回、買ったのか買ったのかどうなのかランクダウンしてるぞ。おい、ランクダウンしてるぞ。おー、すごい、すごいギリギリで攻めてんね。ギリギリで攻めてんね。すっごい。もう、おー、ランクアップ、113。113位。いい感じだよ。いい感じだよ。おー、ランクダウンしちゃってる。危ない。ほら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 、もうあれだよ。あれだよ。ああ、終わっちゃった。変えてないじゃん。なんだったんですかね。今、茶番はね。この日は何をしたんでしょうか。あ、ファンドンを星4にして、ああ、即決したわ。ああ、もうやけくそなんてブルトン6000そうで即決してるわ。ああ、もうね、はい。あと何したんだろう。あ、ウルトラマンロッソと戦った?あ、ウルトラマンロッソと戦ってるわ。おー、さあ、頑張って、デラキダス。ね、2019年のデラキダス、カツニーですよ。まださ、ウルトラマンロストが最新ヒーローだったんだよね。すごい感慨深いものがありますし、ね、ちょうどウルトラマンルーブが最終回迎えてのね、年明けですからね。これはなかなか、ね、ちょっと頑張ってほしいですね。ブラックキングで。意外とね、頑張ってますね。今だったら多分一発だろうな。あー、ファンドンが、あーだだだだ、フレームスフィアシュートで、1残った。これはすごいね、奇跡だね。見ましょうか。あー、そっか、ウルトラマンロストね、反撃もあったんでね、結構ね、この辺ね、強かった。結構苦戦してんね。あー、通しちゃった。はい、ファンドンを、もうとりあえず、ありったけの石で買いまくって、みたいな。あと、ウルトラマンブルー?ウルトラマンロッソブルーみたいな。23日のウルバト。本当に毎日ウルバト動画出してんね。星棒のファンドンで頑張ってる。あ、ウルトラマンブルーだ。ウルトラマンブルーと戦ってる。おー、ほーほー、すごいじゃん。ウルトラマンブルーはね、まあ、回復持ってたんで、結構それがね、しんどかったっていうのがね、ありますよ。はい、はい、あ、負けてるね。かっこいいね。あと、メフィラス星人が買いたいけど石がないっていうね。さあ、次は、サーパンドンですよね。お!ついに!おー、すごいじゃん!おー、パンドン、早くやってくれよ!早く進化してくれよ!パンドン早く星6にするとこ見たいよ、もう。そんな、なんか、なんか、そんな、なんかもう、回想シーンまで入れる?その時の僕はパンドンに対してものすごい思い入れと愛情を注いでたのがこの編集に現れたんだよな。でも、1ヶ月も経たないうちに、だって17日で27日に進化しようかな。もう一週間しか経ってない。一週間しか経ってないんだよ。一週間のなんかそのダイジェストみたいな。いるこれ。ああ、そんなことをしてましたね。そうですか。はい、じゃあちょっと、そう進化してるとこ見せてください。おー、パンドン、相当怪獣パンドン、星6。いいね。初めてですよ。初めてですよ。スクショ撮ってますね。はい。スクショ撮ってますね。まあ、多分ね、いろんなね、クエストがね、それからもあったと思うんですけれども、問題の動画ですね。こちらが。あ、どうも、デザキダスです。若干僕、顔違うね。あー、ゲランダもね。ゲランダなんかもう本当に最後の方まで頑張ってくれたよ。そう、絆、兄弟の絆、このね、超高難易度クエスト、兄弟の絆ですよ。これはまあね、なかなかね、やっぱり超高難易度というだけあって、相当な
強さでした。ということでちょっとそのエキスパートの戦っているところを見たいな。いけおいけおいけ頑張るデラキドス。あ、結構この辺割とこの辺割と大事だからね。初期の段階。フレンドさんの誰をこう、ね、あれするかみたいな。割とこの辺ね、大事だったりするからね。あ、メトロン星人トライアルって、ちょっとフレンドあれしろわ。戦い。よし、オーケー。お、来た来た来た。イベントクエスト、兄弟の絆。初戦ですよ、初戦。さあ、どうなる？うわー、自動、オートプレイで自動で、あー、動いちゃったんだ。あー、だめだめだめ。これ、ボンミスだ。ダメダメ。ダメダメだね。これもダメだ。まあ、このメンツじゃねー。なかなか厳しいかもしれないねー。強いよー。強いよー。言っとくけど。兄弟の絆、これ強いからねー。ウルトラマンブルーの回復と、ウルトラマンロスの反撃と、あと、兄弟同士やっぱこうね、ステータス上げてくるからね。めちゃくちゃ強いよ。やり直し？やり直しじゃダメ。やり直しとか、そう、ダメ、ま、認めません。やり直すんかい！やり直すんかい！いけ！ウルトラマンは怖いよ。あって、ウルトラマンだもん。ウルトラマン怖いよ。怪獣から見たら。さあ、ケルビムで、まあ、まず端っこ行きつつ、まあ、初手攻撃はあんまり受けたくないみたいな、多分そういう感じで立ち回ってんのかなと思いきや、そうでもないね。このクソ、ガンガン進んでるね。あ、ブルトンをおとりにしたかったんだ。まあ、おとりは良くないと思う。普通にその作戦良くないと思う。体力も結構多いからね。6000、6012もあるのか。体力結構多いね。これはまあ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 結構厳しいんじゃないかなと、思いますよ。もうなんだこれと。さあ回避。そう。そう。あとウルトラマンブルね。回避力がね、なかなかのすごいんすよ。あ、この辺が結構厳しいっすよ。あとは、もう必殺技溜まったらダメダメダメだ。もう必殺技溜まったらもうダメですよ。アウトです。必殺技は、撃たせちゃダメ。これ基本ですからね。ウルトラコーディンでの。これ負けしようと、アークアスリウム。アークアスリウム、ドーン！あ、ファンドンがガードしたけど、さよならと。ゲランダもやられてしまいました。あ、ブルトンもやられちゃったと。ベードーンと。おい、はい。テレーン、テレーン、テレッテーン、テレーン。平和の戦士。ラララララララ。ダダ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 ダ兄弟の絆に再び挑んでいきたいと思いまーす。ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ。はい、ということでやっていきましょう。さっ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 さ、サービス終了がね、いつでしたっけ。5月の26ですよ。もう1ヶ月切ってしまいました。いや、寂しいですなぁ。私もとりあえずオフラインでもね、遊べるように移行はしたんですけどね。やっぱ寂しいですね。まあ、というわけでこちらのじゃんどこですか。はい、兄弟の絆、これをですね、あ、ちょっとハードからやらないとダメみたいですね。じゃあハードはちゃちゃっ
まあ、まずはちゃちゃっとね、ハードで刀出しといったところでしょうか。刀出しね、ハード行きましょう。ズンチャ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 ガチャッツ。行くぞ。さあ。さあ、行きましょう。あ、オーブラックついてくればよかった。ルーブコーカウィン、ルーブコーカウィン。ダダダダダダ、うつぅ。諦めない、つながる、重なる、未来へウルトラマンルーブ。ダダダダッツダッダッダッズルダダダダッダダ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 ダ。それは希望、君の勇気、それは未来、守らなきゃ、全部宝物。さあ行け、勇気のザウルス、ウルトラマンの船を叩き切ってしまえ。最後は私で決めるよ、ウルトラトネギア。宇宙には昼も夜も全部悪もないのだよ。はい、楽勝でございまーす。あら、お疲れ様でーす。さあ、問題のエキスパート、ね。何で行きましょうか。もう、この方しかいませんやと。サポートもいりません。しょ。しょ。なし、外す。じゃん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 、シン！デラコータス！シン！デラコー、デラコーデスじゃない方になっちゃった。シン！デラコーデス！で、行きたいと思います。ウルトラ必殺技？はい、使いまーす。一応入れときましょう。入れとこうかね、うん、さあ準備はできたか、港兄弟、いやウルトラマンロッソ、ウルトラマンブルー、さあ勝負と行こうじゃないか。我が生み出した最強のゴーです。こいつを使って貴様ら兄弟をひねりつぶしてくれるわ。行きまーす。突っ込んじゃうよ。ここはね、あえて攻撃しない。ドゥ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 。はい、聞けません、聞けません。痛くない、痛くない。痛くない、痛くない。あ、痛くない、痛くない。もっとも、もっとちゃんと攻撃してくれないと、我、ね、このゴーディスの強固な皮膚は、破れんぞ。さあ、どうしたウルトラマンブルー、貴様の攻撃はその程度か。いいだろう。このゴーディスが、エネルギーボールを食らわしてやる。ウルトラマンブルー貴様から、倒してやるぞ。アクアストリウム、貴様の必殺技はこれぐらいか。まだまだだ、まだまだ足りんぞ。僕は何なんだって話だよね。フライングスミアシュート。貴様の力はこんなものだった。いいぞ、兄弟喧嘩を始めてしまえ。私はここで高みの見物と行こう。さあ、ウルトラマンロッソ、ミナトカツミ、どうする？ほう、ウルトラマンブルー、その状態であっても我を攻撃するとは、なかなかのいい度胸。しかし、貴様のエネルギーももう少ないであろう、苦しいであろう、このゴーデス細胞に侵食されて、我の仲間になるのも、いいだろう。さあ、どうだ、選べ。我に殺されるか、そして、ゴーデス細胞によって我の仲間となるか、ウルトラブル。ミナとイザミを、選ぶがよい。エネルギーポール
なるほど、貴様。仲間になろうというのだな。ならばいいだろう。ウルトラマンモスを殺してしまえ。なーにまあ、よい。まあ、よい。エネルギーボールで貴様を叩き切ってやるわ。よし、ウルトラマンモスは貴様だけだ。熱い。熱い。くそ熱い。さあ、ウルトラマンモス、港克実、貴様だけだ。さあ、貴様一人で我に勝てるというのが、この、ちったら棒です。こいつは最強の力を持っている。最強の強固な皮膚を持っている。攻撃など一切通じん。しかし、我の攻撃も一切通じん。ああ、200に。クリティカードで200に。もう、残骸だから。残骸だから。ああ、もう倒しちゃう。ごめんなさいね、皆さん。ウルトラマンロスト、ミナトカズミよ。ここが貴様の墓場となるのだ。エネルギーボール。鍋か何故か何万回かたくむすんだってて絶対離さない。兄弟の絆ゴーデンスタンク、クリア。やったやった。いやー、あんなにね苦戦したこの兄弟の絆、懐かしいですね。今やこの力ですよ、この力ですよ、このね最強のねゴーデス細胞ね、これを育てに育て上げたシンデラゴーデス、これはもう港兄弟も太刀打ちできませんでしたね。はい、ということでウルバルト振り返ろう動画パート1でございましたけれどもね、今回はね、もう前半のウルバルトのその前半期のもう目玉と言っていいでしょう、この兄弟の絆、こちらをね、チャレンジいたしました。いやー、本当にあの時はね、これはもう無理だ、勝てないなーってね、思ったけど、勝てるようになっちゃったんですね。ということでね、また次回はね、この後のね、ウルバトのね、振り返りをまたやっていきたいと思いますので、皆さん、ぜひ見てくれれば嬉しいなと思います。以上、ドラキュラスチャンネルのドラキュラスでございました。それでは、バイバイ。